手はザッキローニ監督の母国あのイタリア代表です。今日の放送の解説は松木安太郎さん、そしてセルジオ越後さんのお二人です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ日本代表、今日は格闘相手との試合になりますが、松木さんいかがでしょうか。いやー今日カツオ食ったからね俺。さあ日本チャンスだ。内田を3人のディフェンダーが囲む。あしかしここで内田に対しファウルです。あここで内田に対してイエローカード。内田のイエローはあれ審判の年末調整だね。ああしかしここで香川からいいパスが通った。そのボールをトラップしたのは長友だ。長友が行く。打て打て、おー打て打て、おー長友がシュート決まった。ゴール日本。今日は勝ちゲームだね、間違いなくね。まあ先制点取れたのは大きいね。ただ長友のトラップはあれハンドっぽいね。いやハンドじゃない、ハンドじゃない、うん、まあいいや、入りゃいいんだ入りゃ。さあイタリアが攻めている。さあイタリアチャンス、日本はピンチ。あーっとしかしレフリーにボールが当たりました。いやいいカットだねレフリー。今12位になりました日本チーム。日本ピンチが続きます。あーっとイタリアシュート決まった。ひどい試合だね。子供たちは早く寝た方がいいよ。この試合見てもね決してうまくならない。忘れようね、次だよね、見たよこれね、しょうがないわ、2点取ればねこれ勝てるんだから。当たり前だ。さあここで前半終了のホイッスルです。セルジオさん前半どのように振り返りますか。まあモチベーションもリズム感も負けてる自覚も何もない。エグザイルのライブも終わったことだし、みんな早く帰った方がいいよ。さあ日本追加点のチャンスです。右サイド長井です。長井がドリブルで上がっていく。そしてゴール前には原口元気がいる。いや原口が思い切って言ってますよね、まさに元気って感じ。元気だからね名前が。さあその原口元気にクロスが上がる上がるが、うん、このボールは原口の頭を越えていく。長井の長い距離出た。長井のクロスも長い。しかし左サイドそれを清武が拾った、拾ってシュートもこれはバーの上。ゴールちょっとずらしたいよねこれこれ。シュートが浮くね、試合も全体的に浮いてるね。京滝が清ったっていうかね。長井の出場は短いよ、今のシュートは長い。ここで試合終了のホイッスル。日本代表強豪イタリア相手に最後は逆転負けと。セルジオさんはいかがでしょう。ザッケローにそのままイタリア帰れば、こんなやる気の感じられない試合はひどい。明日ザッケローニ監督に台風26号が直撃するよ、風当たりが強くなる。以上松木安太郎さんとセルジオ越後さんの解説を1試合にまとめました。素晴らしい。高田さん困ると思いますがスタジオにお返しします。